大,大,大統領のジャクソン大統領の像がこれ倒されようととしているところですこれジャクソン大統は多くの奴隷を所有した大統領として知られていたということで、まあ、国民差別の象徴として捉える向きもあったとこれが原因ではないかということですねこれ5月にまあフロイドさんが警察官に殺害されたということもあってその後です、ね、まあ、いろんなまあ歴史上の人物の銅像が次々と倒されて,している例えばこういうのもありました。 これはですねまあ南北戦争の南軍の方のまの将軍の像だったということでこれもまあ奴隷制度ということのまあ象徴として引き倒されたと言ってもいいのかもしれません、これパックン、なぜこういうことが次々とですねまあこれまあいろんな人、例えばこういう黒人と分かりやすく先住民も関わった人とかですねまあいろんな人が倒されているようですね、なぜここまでこれが広がったんでしょうか。ねまあまず 分からなきあの覚えておいていただきたいのは、うんえー、このまあ暴動気味な、えー、集まりが何かどうぞ見かけたら引き倒してしまうというあの時期があったんですよ。<ー>えー、その中では例えば、えー、奴隷制度廃止運動家、うん、つまり。 その暴動というか、ああまあデモ隊の皆さんの味方である人の像も引き倒されているんですよ。よと<あ>、えー、いうのもありましたけど、まあ、あの時のあの、えー、白人はみんな悪いという概念に少し行き過ぎた時期があります。うん、でも、それにしても、まあ、特に南部軍の将軍像とかは、この方々は奴隷制度の維持のために戦っているんです。戦争をこうしてて考えみれば まあ、国の分裂を図った人は反逆者というふうに扱われてもおかしくないのにそれから170年たとうとしている中でもまだ立ってるというその不思議に、えーまあ、やっと気づいて引き倒したという面もあると思うんです。 生きたものとして常に修正しないとあの正しいメッセージは受けられないというまあ考え方が70年代からあの流行ってるというか広まってるんですけど、それが今年に結構ピークを迎えていると思いますね。まあ歴史認識をめぐる問題どこどこにもしかしたらあると言ってもいいかもしれませんが、今アメリカでこんな考え方新しい動きが出てるようです高田さん。はい、それはこの1619プロジェクトというものなんですけれども、まずは。 こちらからか見ていきますこれはリベラル系の新聞ニューヨーク・タイムズが去年の8月に発行したニューヨーク・タイムズ・マガジンの特別号その表紙なんですけれども大きく何が書かれているかといいますと「装飾のない真実を語るべき」。 というふうに書いてありますで、その内容なんですがそれを見る前にまあ、私たちも世界でも認識されている1776年アメリカ独立宣言つまりここがアメリカ建国の年というふうに認識されていると思いますですがこの1619プロジェクトというのはそれよりも前の 1619年とといいいううののがあるじゃないかというものなかもんですこの年は最初の黒人奴隷がアメリカに到着した年で,で黒人が果たしてきた役割などを見つめ直す考え方に基づいて白人中心で語られてきたアメリカの歴史を見直そうじゃないか。 で真の建国はこの1619年なのではないかという考え方でこの特別号は高校の授業などでも使用されているということなんです。でこのような動きに対してトランプ大統領はこの1619プロジェクトは危険なプロパガンダだと言いまして愛国心を強化する1776委員会というものを設立しています小相田さん我々も歴史で学んだのは、うん、1776というのは もちろんみんみな覚えるわけですね、はい、これがアメリカの独立宣言のこの年なんだと、と、はい、ただ、この考え方は確かになるほどと思うしそうあるべきかもしれないと思いながらもこれは白人たちから見るとですね、はい、こんなことが受けられるかどうかということを考える人もたくさんいるんじゃないかといかかがですかそれはうあの白人だけじゃなくてこのニューヨーク・タイムズのプロジェクトに対しては、はい、今、ニューヨーク・タイムズ内で今週また大きな論争になっているんですよね。はい 1619年に実は黒人が二十何人初めて奴隷がバージニア州に来たわけですけど、うん、その時からアメリカのある意味で根源的な問題が始まったでアメリカはずっとその問題をと取り組みながら来た国なんだ、うん、つまり人種問題こそがアメリカの,その歴史の中核なんだっていう、まあ、そういう考え方ですよね。それれで年にについいいてててははどううやって言っ言るかっていうととこれは奴隷制を維持したいがたがめに 奴隷所有者たちが中心になって起こしたそのいわゆるイギリスに対する反発なんだとそこまで言ってるわけですよねそれでこの76年たったから黒人にとっては何の意味もないそのもんだったとそういうまあ読み方でこれは今、副読本に BLM を中心になってブラック・ライブスマーターがまあこれを副読本にせよということであっちこっちへ配って学校教育が行われているわけですねでもう1年近く経つわけですけれどもで私もまあこのことについてはアメリカの 歴史を考える時に、まあ、今、今アメリカ人がどういう状況にあるか考えるときにものすごい重要な問題だ歴史の完全な読み替えをニューヨーク・タイムズがしようとしたということで,でそれに対してまあトランプは案の定というかつい1か月前にこれを徹底的に非難してニューヨーク・タイムズを名指しで1619プロジェクトはこれはまあ全く非愛国的なものだと許せないとだから1776委員会を作って学校教育における そのこの1619教育をやめさせるということですねでこれまあやめさせる必要はないんだけどもただあまりにも強調されすぎて今ニューヨーク・タイムズは実は書き換えてるんですよね少しずつその最初に出したものをやっぱりあまりにも励んであの白人だけじゃなくて著名な 普通の歴史学者の一部本当に著名な人たちはやっぱり修正してほしいとおかしいと読み方としてそういう声をどんどん上げてますがやっぱりでも普通の学者はリベラルなニューヨーク・タイムズと対立すると自分の立場がなくなるから大きく言うと本当に著名な人はすごくニューヨーク・タイムズに抗議文を送ったりしてますけれどもあの普通の学者は黙っているというちょ,っとまあちょっと異様なアメリカ的な状況これも左右の対立の一つの不思議な現象ですよね。